みなさんこんにちはヤフーのサービスプラットフォーム本部でデータベースレイヤーの研究開発を担当しております松浦と申します本日はお忙しい中本セッションにご参加くださり誠にありがとうございます本セッションでは Joint R&D on Building a MySQL Storage Engine for the Latest Hardware と題して ヤフーと LINE で共同で進めております最新のハードウェアを有効に活用するためのマイチーキルの独自ストレージエンジンの研究開発についてお話をさせていただきます。本プレゼンテーションのアジェンダです。まず最初にアンリリースザパワーオブデータということで共同研究開発の動機となっております。 データの力を解放するというテーマでお話をさせていただきます。そののの次にデーータの力を解放するための新しいランドスケープということで我々が注目をしている最新のハードウェア技術についてお話をさせていただきます。3番目に「ゲーム has just begun」ということで我々が 注目をしている最新のハードウェア技術を有効活用するために、ヤフーと LINE がタックを組んで共同開発しておりますマイシーキルの独自ストレージエンジンについてお話をさせていただきます。最後にラップアップ、Just Go Go、ゲーム continues ということで、我々の共同研究開発の今後の方向性について。 お話をさせていただきますまずは共同研究開発の動機であります the power of data「データの力を解放する」についてお話をさせていただきます。データは人々の活動を支えまた 人々の活動は有益なデータを生み出します人々の知る買うつながる楽しむといった活動はデータによって支えられています例えばインターネット上で物を買うとなった場合商品の情報はデータベースにデータとして保存されていますまた インターネット上で音楽を楽しみたいといった場合、その音楽のデータはどこに保存されているでしょうか。データベースにデータとして保存されています。ヤフーとラインはインターネット上で人々の知る、買う、つながる、楽しむといった活動に貢献するデータの価値力を解放する。 さままざなサービスを提供していますこれらのサービスはサービスをご利用いただいたユーザーからのフィードバックというデータをもとに人々にとってより良いサービスとなれるよう磨き込みを行っています次に良いインターネットサービスを提供するには良いデータプラットフォームが必要というお話をします。 良いインターネットサービスをユーザーに届けるには早くそしして安定したデーータプラットフォームが必要です遅いデータプラットフォームでは商品データの検索に時間がかかりユーザー体験を損なうまた不安定なデータプラットフォームでは必要な時に必要なデータが検索できないといった問題が生じます。 良いデータプラットフォームがあるから早く使い心地が良いまた安心していつでも使えるインターネットサービスの提供が可能となりますさてここで良いデータプラットフォームとは何かということについてもう少し掘り下げて考えてみましょう良いデータプラットフォームの条件は さまざまなものがあると思います本日はその中でも三つに焦点を当てたいと思います一つ目は性能大規模なデータ大規模なアクセスを高速に処理できるということがあると思いますデータを高速に処理できるからユーザーに 動作が重いといったストレスを与えない使い心地の良いサービスが実現できます二つ目は Never Stops 安定性です多くのインターネットサービスはデータプラットフォームを利用していますデータプラットフォームが止まってしまいますとそれを利用しているインターネットサービスも止まりユーザーが 情報を知りたいと思ったときに知ることができないサービスを利用することができないといった大変困った事態が生じてしまいますこのような事態を防ぐため安定性は良いデータプラットフォームの必須条件の一つです三つ目はスケーラブルですインターネットサービスは人々のニーズ 社会の変化に対応して、常に進化、拡張が求められます。そのような進化、拡張、データ量やアクセス数の増加にも、柔軟に対応できる。スケーラビリティが、良いデータプラットフォームには、求められます。ヤフーとラインの各社は、すでに。早く、安定し。また、スケーラブルな。 データプラットフォームを持っており、それを安定的に本番環境で運用しています。しかし、二千二十一年三月にヤフーを含む Z ホールディングスはラインと経営統合を発表し、今後は両者がタッグを組みより良いサービスを作っていく体制へとなりました。そのため、今後は 両社のサービス間での送迎送客といったコラボレーションが進化しさらにデータベースワークロードが増加することが予想されますそのため我々のデータプラットフォームをより早くより安定的でよりスケーラブルなものへとエボリューション進化させる必要が出てきました <laughs> そのような 新しいデータプラットフォームを創発することを目的として我々は年より今回の共同研究開発に着手しています次により早くより安定的でよりスケーラブルなデータプラットフォームを作るために我々が注目している新しいランドスケープハードウェア技術についてお話をさせていただきます。 我々が注目している新しいハードウェア技術は主に3つあります <laughs> 1つ目はデータベースの記憶階層に変化をもたらすノンノボラタイルメモリーやコンピュートエクスプレスリンク CXL という技術に基づくメモリリープーリングの技術です2つ目は RDMA ロッキーに代表される高速なネットワーク技術です。 3つ目は新しい記憶回想記憶デバイスに対応したストレーージソリューションです以降のスライドでこれら3つの新しいハードウェア技術の概要についてご紹介いたします。まずは新しいメモリー技術の一つであるノンノ・ボラタイル・メモリーについてです。ノノンボラタイルメモリーは 別名、アシスタントメモリーとも呼ばれるメモリー技術のことです。ノンノボラタイルメモリーは。その名の通り、サーバーの電源を切った後も。データが残り続ける。不揮発性のメモリーのことです。ノンノボラタイルメモリーは。バイト単位でアクセスが可能で。性能。容量面では。 サーバーの主記憶に用いられる DRAM とまたサーバーの補助記憶装置として用いられる SSD との中間的な性質を用意しています性能面ではノンノボラタイルメモリーは SSD と比べて Io 性能が高く DRAM と比べて Io 性能が劣ります容量面ではノンノボラタイルメモリーは SSD よりかは容量が小さく DRAM と比べて容量は大きくなります次に CXL メモリープールについて概要をご紹介いたします CXL は Computer Express Link の略称で CPUGPU 等のアクセラレーターネットワークインターフェースカードを メモリーといったデバイス類を接続するためのオープンな規格になります CXL の規格バージョン2.0になりますとメモリーをプーリングして複数のホスト間でそのメモリープールを共有するということが可能になります例えばこのスライドの右の図に示すように CXL 対応のスイッチを経由して巨大なメモリープールを作りそこから各ホストに割り当てるメモリーを切り出すということが可能となります巨大なメモリープールを複数のホストで共有することによりメモリーリソースの利用効率の向上を図ることができます。CXL 対応の CPU やメモリーデバイスはまだサンプル出荷段階のものが多く本格量産は開始されていませんがいくつかのデバイスベンダーは近日中に量産を開始する意向を示しています。次に高速なネットワーク技術である RDMA と RDMA を e ーサーネットワーク上で行うロッキーについてご紹介いたします。 RDMA はリリモモートトダイレククメアセスの略ですターゲットと呼ばれるリモートマシン上のメモリーにイニシエーターと呼ばれる IO 発行元のマシンから手入れイテンシーでデータを書き込んだり読み込んだりする技術になります。RDMA ロッキーではデータが配置されている ユーザーザ空間のメモリーからカーネル空間へのデータコピーが発生しないすなわちゼロコピーーと呼ばれる形ででデータ転送が可能ですこのため距離にも強く影響されますが極めて低いレイテンシーでイニシエーターとターゲット間でのデータ転送やデータ同期が可能となります。RDMA ロッキーは主には HPC と呼ばれるハイパフォーマンスコンピューティング分野の分野で使われている技術になりますがデータベースの分野でのデータ同期やノンボラタイルメモリー間でのデータ同期にも使われている技術になります本セクションの最後に新しい記憶階層記憶デバイスに対応したストレージソリューションについてご紹介いたします 昨今ノンノボラタイルメモリーや NVMeSSD といった新しい記憶デバイスに対応したストレーージソリューションが登場してきてきいますこれらのソリューションはソフトウェアディファインストレージやハードウェアアプライアンスとして提供されていて HPC や AI のワークロードの高速化に用いられています。 このような新しいストレージソリューションの一つに d イオ o s と呼ばれるソフトトウェアディファインドストレージがあ DEIOS はノン・ノン・ボラタイル・メモリや NVMeSSD の高速性を生かすようにその実装が最適化されています d イオ o s が稼働するストレージノードに対して POSIXAPI や MPI を通して Io を発行することで手入れ移転しコースループットの Io が可能となります以上がより早くより安定的でよりスケーラブルなデータプラットフォームを作るために我々が注目している新しいランドスケープハードウェア技術になります次に先ほどご説明した 新しいランドスケープハードウェア技術を有効活用するためにヤフーと LINE が共同で進めている m y s q の独自ストレージエンジンの研究開発の内容についてご紹介させていただきますまずは共同研究開発のテーマとしてデータベースの新しい記憶階層であるノン・ノン・ボラタイル・メモリーの高速性を生かせる ストレージエンジンの開発・実装を行っています具体的にはノンのボラタイルメモリーにデータベースのデータやインデックスデータを含むヒープファイルそしてトランザクションの永続性やアトミック性を保証するためのログファイルを配置してそれに対してバイト単位でアクセスすることで デーータベース処理の法則化を狙っています加えてデータベースはさまざまなインターネットサービスの基盤として用いられるためあるデータベース濃度が障害を起こしてもインターネットサービスの提供が継続できるようノンノボラタイルメモリーの性能特性を生かしつつも対障害性を実現する機能も実装しています。 具体的にはイニシエーターに対応するマイシーキルのソースノードからターゲットに対応するレプリカノードに対してトランザクションコミット時にログを RDMA 転送します。これによりノンノボラタイルメモリーの手入れイテンシーな性能特性を生かしつつソースとレプリカ間でのデータ同期を図っています。 ソース濃度が障害で落ちた場合にはアプリケーションの接続先をレプリカ濃度に自動的に切り替えてアプリケーション処理を継続することで止まらないインターネットサービスの提供が実現できます。さてここでノンノンボラタイルメモリーの高速性を生かすためわざわざ独自のストレージエンジンを作る必要があるのか。 という点について説明をさせてください。マイシーキルのデフォルトのストレージエンジンであるイノ DB をノンノボラタイルメモリー上で実行するだけではダメなのでしょうか。こちらに二つのグラフがあります。これらのグラフはノンノボラタイルメモリーを搭載したマシン上でノンノボラタイルメモリーに。 並列で書き込みを行った際の i o スループットを示したものになります。ハードウェアのスペック上理論的に達成可能な i o ループットはが上限となります左側のコンベンショナルファイルアクセスと書いてあるものがノンノンボラタイルメモリー上で いの D B を動かした場合に実行されるアクセス方法になります。この方法では理論上限の四分の一未満の五ギガバイトパーセック程度の I O スループットとなっています。一方でいの D B のアクセス方法ではないノンノボラタイルメモリーに最適化した独自のアクセス方法を利用した際の I/O スループットのグラフが右側になります。こちらの場合、理論上限値の70%以上である15ギガバイトパーセックの I/O スループットとなっています。これらの結果から、ノンノボラタイルメモリーの性能を引き出すためには、ストレージエンジンからノンノボラタイルメモリーへのアクセス方法を 独自に最適化する必要性が分かっていただけるかと思いますこれが我々が独自にストレージエンジンの研究開発を行っている理由となります我々は新しい記憶改装高速なネットワーク技術に対応した独自ストレージエンジンを共同で研究開発しているというお話をしました そのようなストレージエンジンを実際のインターネットサービスで使うとなった場合その運用も重要になってきます運用面の技術開発も我々は共同で進めています運用技術面での共同開発の一例は独自ストレージエンジンが管理するデータのバックアップやリストア機能に この開発になります MySQL のデフォルトのストレージエンジンである InoDB、no、であれば既存ツールでフルバックアップや差分増分といったバックアップを取得することが可能かと思います。一方で我々が開発している独自ストレージエンジンはレコードやページのフォーマットが イノ d b のそれとは異なるため差分バックアップ増分バックアップを取る手段がありませんでしたそこで独自ストレージエンジンに対しても差分バックアップや増分バックアップを取得する処理を共同で開発しそれを NAS や S3 互換のオブジェクトストレージにアップロードする機能を実装いたしましたまた それらバックアップデータを用いて、任意の地点にデータをリストアする機能も現在実装中です。今までお話しした内容は、すべてのデータをノンボラタイルメモリー上に配置することを前提としたものでした。しかし、サーバーに搭載したノンボラタイルメモリーの容量以上のデータを取り扱いたい、 となった場合どうすればよいでしょうか我々はこの課題に対応するための研究開発も進めていますそちらが前のセクションでお話しした新しいストレージソリューションの一つであるデイオスを我々の独自ストレージエンジンと連携するといった開発内容になります 具体的にはデイオスのクラスターからプーールというストレージ領域を切り出しますそれを独自ストレージエンジンを組み込んだ MySQL のソース・レプリカからなるクラスターを共有するという機能になりますこちらのプールをストレージエンジンのテーブルスペース領域として使うことでノンノボラタイルメモリー容量以上の データの取りり扱いが可能となりますすでに切り出したデイオスプールの空き容量が少なくなってきた場合デイオスプールのサイズをオンライン拡張することでオンンラインでのストレージ拡張が可能となりますこのような共有ディスク型アーキテクチャの機能開発も共同で進めています。 ご参考までに DEOS の概要について少し説明をさせていただきます DEOS は Distributed Asynchronous Object Storage の略です DEOS は主要なハードウェアベンダーが開発を主導している OSS のソフトウェアディファインドストレージソリューションになります DEOS は 最初のセクションでもご紹介したとおりノンボラタイルメモリーや NVMeSSD といった新しいハードウェアに最適化した作りとなっています。DEIOS の主なユースケースは HPC や AI ワークロードの高速化になります。右に DEIOS の内部アーキテクチャの概要図を示しています。 デイオスのクラスターは複数のノードから構成して各ノードに搭載されているノンノボラタイルメモリーと NVMeSSD はターゲットと呼ばれる論理単位で管理します。プール作成時にはそのプールをどのターゲットから構成するかを指定します。例えば小容量の レイオスプールを作成したい場合2つのターゲットからそれを構成するより大容量のレイオスプールを作成したい場合は3つ4つ5つもしくはそれ以上の数のターゲットからプールを作ることでプールの初期容量のコントロールが可能となりますプールの容量を拡張したいとなった場合その対象の プールに新たなターゲットを加えることで容量拡張が実現できます。デイオスと我々が独自に開発しているストレージエンジンを含めたデイオスクライアントプログラムとの連携方式には複数の選択肢があります。まず一つ目の選択肢がフューズを使った連携方式になります。 こちらはデイオスプールをソースノードやレプリカノードにフューズマウントすることでポジックス Io の発行が可能となる連携方式ですこの連携方式ではポジックス Io でデイオスプールにアクセスできるためデイオス以外の別環境にもストレージエンジンが対応できるポータビリティが優れているという特性があります一方で この連携方式では FuseDaemon が POSIXIO を d e o s のネイティブ API に変換する必要があるためその変換処理キーーーのの性能面でのオーバーヘッドが生じます2つ目の選択肢が1つ目の選択肢と同じく Fuse を使った連携方式ですがこちらは d e o s プールへのリード・ライト・リクエスト発行時にカーネル空間を バイパスする最適化ライブラリを使うことで性能面のオーバーヘッドを抑えつつかつポータビリティも維持した連携方式になります三つ目の選択肢が d e オスのネイティブ API をストレージエンジンから直接発行する連携方式です性能面ではこの連携方式が一番良くなるのですが デイオス環境以外とはストレージエンジンが連携できないというポータビリティの課題が発生します。これら三つの連携方式の選択肢の中で我々は性能面もポータビリティも優れている二つ目の選択肢を連携方式として選択し、ストレージエンジンとデイオスを連携する機能を現在実装中です。最後に。 ラップアップとして Just Go Go Game Continues ということで今後の我々の共同研究開発の方向性についてお話をさせていただきますまず一つ目は我々が開発している独自ストレージエンジンと最新のハードウェア技術を有効活用する Deos のようなスケーラブルストレージとの連携の進化です 具体的にはストレージエンジンを組み込んだ複数のマイシーキュクラスターから DEOS のようなスケーラブルストレージエンジンを共有するマルチテナンシー化を進めるにあたって異なるテナント間でノイジーネイバーのような性能競合が発生しないようパフォーマンスのアイソレーション QOS 管理にも努めたいと思います。 二つ目はストレージエンジンを組み込んだ MySQL クラスターとスケーラブルストレージを一体化した統合管理の仕組みを検討も進めることです。より安定的で安心できる統合管理統合運用技術の検討も進めたいと思います。三つ目は d イ o s 以外の他のスケーラブルストレージエンジンとの連携も検証し スケーラブルストレージエンジンの汎用性やその他ストレージとの接続確認も進めたいと思います。こちらはより将来を見据えた話になりますが CXL メモリー対応とメモリープーリングを見据えた研究開発も進めていきたいと思います。複数のデータベースクラスター間で巨大な CXL メモリープールを共有して 実際のメモリー使用量に合わせてオンラインでメモリーを共有するといった検討も進めていきたいと思います。性能要求が高いサービスに対しては CXL メモリーを用いてデータをインメモリー化したりバッファーヒット率を高くして性能要件を満たすといったことをまた実際のメモリー使用量に合わせてメモリープールをメモリーをオンラインに追加するといった 技術検討も進めていきたいと思います以上が本セッションのプレゼンテーションとなりますヤフーと LINE は今後も力を合わせてより良いサービスを実現できる早く安定的でよりスケーラブルなデータプラットフォームの研究開発を進めていきます私のプレゼンテーションは以上となります 本日はお忙しい中本セッションにご参加くださり誠にありがとうございました松浦さんありがとうございましたここからはプラストークと題して質問者の方が気になったポイントを中心にセッションの内容を深掘りしていきます皆さんからの質問も可能な範囲で取り入れつつ会話を進めてまいります質問のある方は 画面右下のクエスチョンマークボタンから投稿できますのでぜひ質問をお送りください質問者は LINE の大塚智明さんです大塚さん簡単に自己紹介をお願いしますはい、えー、LINE の IT サービスセンター m y s q l 一チームで MySQL の運用とその自動化を担当しています大塚と申しますよろしくお願いしますそれでは大塚さん 今のセッションを聞いてどんなことが気になりましたか。はい、えっ、ー、と素晴らしい発表ありがとうございました。まずは、<laughs> <れ>えっとそうですね、えっ、ー、と高パフォーマンスでスケーラブル、まあそして安定性の高いデータベースを研究開発されているということだったんですけど、えっ、ー、と具体的にそのパフォーマンス指標、まあその目指されているパフォーマンス指標であったりだとか、あとはこう意識している製品があったらお聞きしたいなと思いました。そうですね。あの性能指標のところに関しては目標としてはあの一択で世界 最速と <おー S 1> <laughs> ということになりますで、えー、と今回ご紹介したあの独自ストレージエンジンの、えーとまあ、ユースケースとして想定しているものは、まあえー、OLTP と呼ばれるよくはそのインターネットサービスの,あのバックエンドとして使われているあのオンライン系のデータベースの処理とあとそれプラスアルファですねインターネットのサービスをこうデータ分析する。 あのオーラップ系の分析の処理の両方の2つのユースケースを想定しているんですけれどもそちらの、えー、と両方のユースケースでもあのどちらでもその世界最速っていうのを目指しています。はい、で意識している製品はあるかということですけれども、まあ、全ての、えー、と製品より、まあ、上回るものを作りたいなという、はい、回答になります。いや素晴らしい野心的な <laughs> プロジェクトですごい期待しています。はいえーと そうですね僕もああ LINE でもやはりそのすごいえと規模が大きくてあのまずはこう垂直にシャーディングまあ3つにシャーディングしてさらにそのうちの1つがこう数十シャードに水平シャーディングされてるみたいなものがあってそのスケーラビリティについてもあのやっぱりシャーディングのされたもののオペレーションってすごい大変なのであのそうですね1つのデータベースでできるとありがたいなと思ったりするんですけどスケーラビリティについてはあのどのぐらいの容量を対応するとかっていうのの そそこら辺もも目指されているものはあるのあんでですすかねねゴールだったそうです、ね、まず少なくとも最低限のゴールは現在ヤフーで提供している、まあ、あの前のセッションでもお話しあったと思うんですけれども D バースとか MySQLV2 とかっていうのをまあ上回るような性能でまあオーダー的にはその、まあ、テラバイトを悠々と超えていくようなそこまでをあの超えるスケーラビリティとっていうのは容量面では達成したいと思っています、はい、ありがとうございます。<laughs> 少しちょっと話は変わるんですけど僕もその MySK の運用に45年関わっていてストレージエンジンの部分に興味を持って簡単なものを開発してみたりしたことがあるんですけどあえてその MySK のストレージエンジンとして開発されている理由はあったりするんでしょうかそうですね、えーとまあ、理由としては主にその 一つ,つはその技術的な理由でやっぱその MySQL の,のアーキテクチャーというのはやっぱその SQL の最適化とか解析とかセッション管理の部分の MySQL の本体とあと実際に IO を発行したりトランザクション管理をするストレージエンジンの部分というのはきちんときれいに分かれていてそのストレージエンジンというか新しいハードウェアに対応したデータベース技術をインプリするのは非常にまああのやりやすい製品だったとっいうのが一つ理由になります。もう1つの理由はですね ヤフ、ah、ーのデータプラットフォームの中でですねマイシーケルというのは非常にあのユースケースが多くてユーザーも多く社内の重要度が高いプラットフォームになってますその重要度の高いプラットフォームをですねより高いレベルへと,えと導くためってそこに対して大きいインパクトを与えたいという思いがあって今回のような研究開発をしていますありがとうございます。 あの今日のこの前のセッションとかでもあったと思うんですけどやっぱり LINE でもすごい大量のマイエスケールを運用しているので、はい、あそこで活用できることを、はい、楽しみにしています。はい、とあとはあ、はい、あそうですねあとプラスアルファマイシーケルのストレージエンジンとして、まあ、実装して。 いいいなととうか思っていることはちょっと補足になってしまうんですけれども、まあ、先ほどちょっとお話しした通りそのマイシークルってヤフーのデータプラットフォームの中で非常に重要な製品になっていてかつ歴そのためですねあの、まあ、運用しているメンバーの,このスキルも非常に高いですしそれまでその運用管理系のいろいろなアセットですね あのメトリック監視したりアラートを上げたりというまあそういったところのアセットも非常にあのリッチなものがあってですねそれもあの有効活用するためにえとマイセキュのストレージエンジンとして今回あの作っています、うん、ありがとうございますその <laughs> まあどこもストレージエンジンをちょっといじったことはあるんですけどやっぱりそのストレージエンジンとして開発すると、えー、とハンドラー以下のレイヤーを実装することになると思っていてでその。 ハンドラー以下つまりオプティマイザーの部分にはあまり触れないっていう部分があったりすると思うんですがそれが障壁になったりだとかボトルネックにあるような,ケースなるようなケースもあったりすするんででしょうかそうかそねあのやはりそのストレージエンジンとして実装していてかつその今後もメンテナンス補修していくっていうことを考えるとやっぱストレージエンジンにできるだけ限った。 形閉じた形でこう実装するいいう方針を貫いて例ますでそのためですねそのマイシーケルのまあ上のレイヤーオプティマイザーとか先ほどおっしゃったそういったところのえと制約っていうのは結構強くあの受けている状況でしてまあ具体的にはですねそのまあ えと今回研究開発しているあの製品のユースケースの一つにそのオーラップ系のこう分データ分析系の処理をこうパラレル実行,実行するっていうあの機能を作ってるんですけれども、うん、MySQL の,のオプティマイザーとか上の,そのセッション管理のところとかっていうのがシングルスレッド構造前提であのメモリ管理とかされているのでその制約を強く受けながらそのパラレルクエリ機能の実装とかっていうのをやっていたりもします。うん ななかなかそうですねやっぱりその本当はその上のレイヤーとかもこう手を入れたいんですけれどもそうした場合やっぱりマイシークルのオープンソースコミュニティとのこう連携を図っていかないとやっぱり持続性がないとかっていったところがあるのでそこはあの非常に課題かなというふうには思ってます。はい そうですねあの、ストレージエンジンリッカーのレイヤーを実装されているとそのこちら運用者とか開発者としてはその今までの既存のアプリケーションの行動を変えずにもしくは運用のツールを変えずにあのストレージエンジンが新しく実装されたマイスケールを使えるので非常にありがたいいなと思います、はい、その今後そのオプティマイザーだったりその上のレイヤーに手を入れていくってことも考えられているん <laughs> ですの、ね。うん 個人的にはやっぱり挑戦はしたいですけれどもやっぱりその本番環境でやっぱり今回作って研究開発しているものを使ってもらって良いインターネットサービスを永続的にこう提供していきたいっていうのがまず前提条件としてあるので、まあ、そこがそのあの、まあ、上のレイヤー手入れてもできるっていう確証を私がこう得られればあのそこは挑戦はしていきたいと思ってますけれども、まあ、現時点はちょっとそこは見てっていう感じです。<laughs> 開発されている内容は世界一を目指すということで <laughs> あの非常に期待自分自身も期待,してるあ期待させていただいてるんですけど <laughs> 今後その開発されたものを OSS として公開するとかそういったあの予定だったりこう意思みたいなものはあるんでしょうかそうですねややはりあの作っているものやってていいるるもものことも っていうのはやっぱりカッティングエッジというか最新のものをこう挑戦的な態度で作っているので、まあ、そこをこうまあオープンなナレッジにしていってよりその IT 業界とかウェブ業界をこう盛り上げていきたいかつそのいろんなその何でしょう、ね、エンジニアを巻き込んでこう開発を進めていきたいという思いを持っているので大きな方向性としてはまあ OSS といったところは目指したいと思ってますけれども、まあ、その時期感とかあの出し方についてはまだ未定という状況です、はい、ありがとうございます。 はい、あのぜひその OSS とかにした場合にはあのぜひコミッターになってもちろんですぜひ <laughs> あの視聴者の方もぜひあの OSS にした場合はあのぜひコミットしてくださいコトリビュートよろしくお願いします <laughs> そうですね時間的に、えー、とこれぐらいが質問になるかなと思うんですけどもう一つぐらいいけますかねあ大丈夫ですかあとそしたらなんか視聴者の方から来てる質問があって今各社何人ぐらいで管理されてるのですかっていう質問があって これは運用面かな、えー、と思うんですけど例えば LINE だと,、えー、と今十数名で管理してる20名いかないくらいで、まあ、10名ちょっと超えたぐらいで運用してるんですが、うん、ヤフーさんは今どのぐらいの人数になるんでしょうかそうですねヤフーのマイスケールチームも同じぐらいのそうですね、うん、10名ちょっとぐらいの人数ですねそのぐらいでおそらく数千台、はい、数百台ぐらいのマイスケールを用、はい、されてますよね。はい、はいはい ありがとうございますじゃあ以上になるかと思います